わ、濡れてんなこれ。まあいいでしょう。よく割れますね、ブラボーは。薪がちょっと湿ってて着火厳しいんで、この枝の流木ちょっと曲がっててね、作りづらいんだけど、中は乾いてて詰まってる感じですね。ブラボー1クルーエアがプレオーダー始まりましたよね。ちょっと意外だったんですよね。ブレードカットがまだ終わってないんですけど、もうずいぶん生産スケジュールね、入ってからだいぶ経ちますけど、2、3年ぐらい経ってるような気がしますけどね。まあ年内中にできるのかできないのかわからないですけど、クルーエアは本当にすごいスーパースチールだと思いますよ。まあ 3V より若干タフネスが下がるけど、そんなに極端に下がるもんでもないし、こういうファイアメイキングやってるぐらいではそんなに差は出てこないですね。で、サイズがサイズなんで、チョッピングしても刃こぼれとかそういうのもないですね。で、3V よりは刃持ちが随分良くなるんですよね。まあ、キャンプにはオーバースペックなスーパースチールだと思うんですけど、だけどすごいですよ、ブラボー1クルエアはね。これで着火させます。オスパークもこれはいいですね。ブラボー1クルーエア
デザートアイアンとブラスピン。まあデザートアイアンウッドもね、ウッドの中では強度もあって、ライナーなくてもデザートアイアンウッドは大丈夫だと思います。販売されるのが楽しみですよね。私も1本オーダーしちゃったんですよ。今ね、休憩がてら焚き火をして、ずっとこのね沢を登ってきて歩いてきたんですよ。これからちょっと釣りに行ってきますんで、天気もいいですよ。森も綺麗だし。ではまたお会いしましょう。さよなら。